どうもかげやんです。今日はですね、自分を高めるためにやること三選、三つですね、えー、についてお話ししたいと思います。で今日はですね、あのー、水曜日になる水曜日というか、えー、YouTube では水曜日じゃないか。えー、まあまああのー、休み前になってですね、こう一週間ですね、こう六日間過ごして、こうあっという間にね。 6日間が過ぎたというのを感じておりますだから一、えー、日一日が結局今年の年末も同じようなことをしてると思うんで一日一日しっかりとその自分がやろうと思っていることをやらないとですね、えー、年末になった時にああ何もできてないという状態になっちゃうんでですねしっかりとですねあのー、やるようにしたいと。うん 日々ちょっとこうもうちょっと危機感を持ってねこう動いていこうとやっていこうというふうにちょっと考えておりますちょっと早い日が経つの早いもう2週間経っておるんでですねなかなか早いなというふうに思っておりますということで今日の、えー、自分を高めるためにやること3つですねえー、これはまあ1つ、えー、本を読むっていうことですね本を読むっていうことでもう1つ、えー、人に会うとかどっかに出かけるとかそういうことをするっていうことそれとまあ行動すると いうこととになると思いますで、えー、まず「えー、本を読む」なんですけどもやっぱりその本を読むそのインプットそれでしていくっていうのがですね、えー、自分を高めることになると。 いう,ふうに感じます。これはね、えー、知識的な本ももちろんその自分を高めることになると思うんですけども、えー、小説とかね、えー、そういうものでもこう高めることになると思います。なんかねあのー、最近僕結構小説を読むように読むようにしか読んでますね。ちょっとほんでお客さんにこう教えてもらったですねお客さんが好きな作家の本を、えー、おすすめの本を聞いてですねそれを読んでいます。 えー、港かなえさんのですね、えー、告白であったりとかですねもうこれ読み終わりましたあと今読んでる途中なんが、えー、宮部みゆきさんの RPG ですねこれもお客さんに面白いと言っていただいたやつですね今 RPG 読んでる途中なんですけどなかなか面白い展開になってきてですねこう面白いなと思っております でえー、あとがね、真山仁さんですね。これは僕がちょっと、えー、僕は飼ってるやつで、これも次読んでいこうかなというふうに考えております。小説はそういう感じで、あとまあ、えーまあ、健康系であったり、ダイエット系であったりとかね、えーまあ、生態のことであったりとかね、えー、そういうことですね。あああ、と、まあ、まあえー 解,解剖学とかねその辺のことの本とかね、えー、そういうものをこう読んでいくまあ他いろいろ読んでいくんですけどもこれをしていくとね本ってねやっぱりその特に紙の本なんですけども紙の本やとこう体型立て,立てられてというかしっかりまとめられて作られてるんでやっぱり本を読むっていうのはこう。 いいし、こう面白いことでもあるし、こう必要なことでもあるなというふうに思います。だから自分を高めるためにこう本っていうのはこう、えー、コスパもいいですしね、そのブックオフとかへとね、ほんまに二百円ぐらいでいい本売ってますんでね、えー、これはいいかなというふうに思いまず本ですね。で次が人に会うとか、その例えばこう店に行くとかその動くことですね。その人に直接会って話を聞くとかですね。その例えばその気になるお店があ。 でそのお店に行ってですねその、えー、マスターとこうお話をするとかですね、えー、その気になるこうお店、えー、に行くとかですねそこでねまたこういろいろ考え何でこうなってるのかなとか考えるとですねまたそれがこう高まることになったりします。で、えー、人に会って直接話を聞くことっていうのはこうすごく貴重なことやと思いますし例えばどっかで催し物をやってるところに行って たりするっていうのも僕はしてるんですけどもこれもねなかなかこう自分を高まることになりますこれは、えー、これもねいわゆるインプット作業になるんですけどもその 何かを見たり触れたり、えー、人と喋ってそこからこう何かのヒントを得たりってすることがですね、えー、だんだんこうそれを積み重ねるとこう高まってくるような形になるかなと思います。そこからです、ね、行動するっていうのはですねそのインプットしたものをですね、えー、こうアウトプットする状態ですね。 えー、アウトプットする状態をこう作り出すすアウトトプットするっていうのはその行動することであったり何かを書くことであったり、えー、話すことであったりとかね、えー、そういうことであります。うん、でそれをこうしていくと、えー、自分に身につくこともありますし、えー、それがこう発信することによってですね誰かの役に立ったりとかするんですね。でその役に立つことによって自分がまた高まるということになっていくと思います。 だから、えー、僕は考えるのはこう本を読む、えー、人に会う。 どっかかに出かけるっていうことですねそれと、まあ、行動するアウトプットするっていうことですねこれをするとこう自分を高めることができるんじゃないかなというふうにまあほいろいろあるとは思いますけども、えー、その辺はこう僕は意識してというかまあ自然と今もやってる形になってるかなと思いますということで今日は自分を高めるためにやること参戦ということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます